ストックマンジュニア対竹内譲次、スピードのミスマッチがある横浜出身須藤光也、下がりながらのシュート、決まりました。このオフェンスで須藤が4得点。竹内対小原というマッチアップの時間帯です。ストックマンジュニア来ましたね。今日も見せます。昨日と違う点ですよね。ゴールにやはりきちっと向かっていける点と、それから、はい、オフボールのところでの、こちらが今日のキープレイヤーに挙げていただいています、セドリック・ストックマンジュニア。カークとのスピードのミスマッチ、スリーポイント決まります。惜しようもない点差ではないので、はい、さあまた見せてくれるか。さあビハインド・ザ・バックパスからオーバーラー、ストックマンジュニアの見事なアシストがありました。安藤、ストックマンジュニアが間合いを詰める、苦しい体勢、横浜走るか、ショットクロック残り8秒、小原に通るジャンプシュート決まりました。合わせてベクトンの1対1というところ、ダブルチームに寄っている、テンバスが空いているぞ、パスは出ない、ストックマンジュニアのロングツー決まりました。チェンバース、スリーポイント入らない、ストックマンジュニア、はいですね、リバウンドでも見せました。菊池が空いているが、ペネトレート、カープに出したところ、横浜が走る、2対1、ストックマンジュニアから。